栽培の作物に関しては、蕎麦がまあメインになるんですけど、蕎麦とまあ大豆、あと麦で、あと野菜の関係でカコヨトマト、玉ねぎ、まあ、野沢菜、あと果樹の方でリンゴっていう形で、栽培の方をしております。規模なんですけど、今だいたい220兆部ぐらいを栽培の方をやっております。組織に関しては畑でやるメンバーが22、3名ぐらいでいて、で販売の方で、まあ、5、6名のところで、まあ、だいたい30人ぐらいのところでやっております。紙ベースで圃場の方を管理してました。今も圃場の枚数自体も、まあ、1700枚ぐらい今管理はしてるんですけど、その当時ももう何百枚っていう枚数の圃場を管理してて、で、まあ、私自身もファイルを渡されて、ここの圃場を何々やってこいっていうような形で、土地勘がないとわからないっていうものがあったんですけど、従業員一人一人に圃場一枚一枚を教えることはできないんですけど、警察を導入することによってどこにいくつあるかっていうところが管理しやすくなったっていうのはあります。トラクターで起こすところから、まあ、収穫するところまでを、まあ、作業機ごと警察の登録をして、ロータリー掛けという作業を、まあ、作って地区で分けて指示を出すような感じなんですけど、まあ、トラクター自体がだいたいもう毎日 3,4 台一気に動くので、まあ、それぞれに指示を出すような形で、まあ、使ってはいますね。もう前日には指示が出ているので、今日はこの作業をします、まあ、メンバーは誰と誰と誰っていうのところに指示が出ているので、まあ前日にはもう分かっている情報ではあるので、まあ、朝礼が終わったらもうそれぞれ自分の持ち場に移動してやるっていうような形になっています。説明する時間って作業が止まってしまうので、やっぱりその時間が少なくなった分、警察導入してやっぱ通常よりも作業時間は増えたんじゃないかなと思います。私たちはやっぱ圃場が多いので、作業をやったかやらないかっていうのが、そのトラクターのオペレーターが見えるようにしたいということで、警察で作業開始で終了完了っていうので作業日誌っていう形になるんですけど、畑に入ったら作業開始をすぐ押して、でもうその時点で完了しちゃうんですよ。そうすると警察上でもう色で完了したのが分かるので、あ、ここの圃場はもう入ってるから次の圃場に行ける、そういうちょっと使い方で今使ってはいますね。今までは本当に作業日誌も、まあ、紙ベースで手書きで書いて、どのぐらいの面積自分はやったとか何をやったっていうのは書いてたんですけど、警察でも作業指示日報って感じでやるので、まあ、自分がどのぐらい今日指示出てやったかっていうのも分かるの で、またどこの地区のどこをやったかっていうのも見える化ができているので、非常に、まあ、その省力化っていう部分では、うん、良かったです、はい。まあ、圃場のところで、まあ、補助金の申請だったりとかってなると、どこの地区で何を作ってたかっていうので、結構私の方でそれ出力して圃場の方のデータを提出したりとかするのには使ってますね。圃場の情報ですね、この地区には何を作ってるとかっていうような情報をプリントアウトして、まあ、それを提出するような形で使ってます。いや、楽ですね。それは今まで本当に手書きだったり自分でやらなきゃいけなかったのが、まあ警察に登録さえしとけばすぐに出力できるので非常に助かってますね。うちの会社はもう本当に人を大事にしたい。今ね、久保田さんの方でも無人でやる機械とかもいろいろ出てはいるんですけど、やっぱり人あってこその私たち会社だとは思っているので、無人な部分も取り入れながら、まあ、人をどう雇用していくかっていう部分で、まあ、警察を使いながら機械とうまく連動して、うん、やっていくような農業、まあ、本当に機械化は機械化で一部やる部分もあるんですけど、やっぱ人は人っていう部分でちゃんと区分けじゃないですけど
やっていきたいなと思ってます。いやー警察はうちになってはならない今ものになっております。